出すところから。なるべく活かせるようにはしたいですね。元の履き心地に近づけたいんで。元の糸を抜くのは結構やっぱり大変なので、抜かない部分が出ちゃうとそこだけやっぱり糸がもりって盛り上がっちゃったりとかするんで、ここに30分ぐらいかかっちゃうことがあるんで、OK ですね。元の剥がれちゃったところに戻したいので、ソールからコルクを取り除く、それがいけるかどうかを、ボロボロになっちゃって取れないものもあるんで、いけるか、微妙に残ってるのを取らないように塗らなきゃいけないんで、くっついてきちゃうんだよね、竹に。それをくっつかないように、
じゃあ乾くまで待ちましょうかね。これがあるかないかで全然作業時間が変わっちゃう。この工程が大事なんです。これはこう平らにプレスしてくれるじゃないですか。平らにプレスするだけなんですけど、これはここにあのウレタンでこれが変形してくれるんです。じゃグーンっていう風に圧をかけてくれるんです。
Thank you.
これが結構難しいところなんで。いや、温度と角度ですね。今何とか分かんないじゃないですか。入れて何秒でこのぐらいまでいってるとかっていう感覚なんですよね。カメラ見ながら。